音楽生活柴田さんの部屋。皆さんこんにちは、柴田さんです。今回のテーマ、EDM ボーカルの定番ケロケロボイスの作り方ということでございまして今回はですね、Perfume の、ね、楽曲なんかでも、よく聞かれるロボット的なボイスエフェクト、いわゆるケロケロボイスの作り方を解説していきたいと思います。で、今回の動画では3つのソフトを使ったやり方を説明していこうと思いますが、まずはね、本当に、ありがたい、無料でね使うことができる、アーバンサウンド社の、グレイロン2、そして、言わずと知れたアンタレス社のオートチューンで、最後にね、この動画でもよく使っているボーカル修正ソフト、セレモニー社のメロダイン、この3つのソフトを使って解説していきたいと思います。で、この後のね本編では、DAW ソフトスタジオ1プロフェッショナルグレードを使って解説をしていきますが、例えばね、スタジオ1の無料版プライムだったりだとか、あと、他にもね一部の DAW ソフトなんかでは後から買い足した、音源だったりエフェクトソフト、いわゆる VST だったりプラグインが読み込みできない仕様のものもあったりするので、お使いのね、DAW ソフトの仕様を、よくご確認いただいた上で、この動画をご覧いただければなと思います。それではね、早速、本編にワープで、参りたいと思うわけですが、今回はですね、私の、数少ないねモノマネレパートリーの中から、銭形警部が、ピカチュウだったらワープで、参りたいと思います。DTM の動画見てたのに、見る動画間違えちゃったかなと思っていらっしゃる方、大丈夫です、ちゃんと DTM 解説動画でございます。ちょっとだけね、数秒だけ我慢していただいて、参りましょうか。それではね、では、参ります。ピカチュウスト、ということでワープ成功でございます。今ご覧いただいておりますのがスタジオ1という DAW ソフトで、今からね3つの、エフェクトソフトを使ってケロケロボイスを再現していきたいと思うわけですが、これね、すでにトラックが1つ立ち上げてあります。でこのトラックはボーカルと書いてありますけど、例のごとくね、AI キリタンというボーカルソフトに、歌を歌ってもらっているトラックでございます。でこのボーカルトラックを今から、ケロケロボイスに加工していきたいと思うんですけど、まずはね、この状態、全く手を加えていない状態のものを一度お聞きいただきたいと思います。じゃあまずは再生してみます。はい、という感じでございます。AI キリタン相変わらずいい感じですね。でこれをね、順番にちょっと、エフェクトしていきたいと思うわけですが、まずは1つ目、これはねアーバンサウンド社のグレイロン2という、ボーカル修正ソフト、ピッチ修正ソフトなのかな、でございます。でこれを使ってケロケロボイスにしていきたいと思うんですが、これね、無料の、ソフトウェアなんですね。で有料版とは違ってね、いくつかちょっと使えない機能制限はあるんですけども、とはいえケロケロボイスを作るにあたっては、この無料版でね十分なんで、で、ダウンロードリンクもねこの動画の概要欄に貼っておきますので、ぜひねチェックしていただきたいと思います。それでは具体的にちょっと使い方を見ていこうと思うんですけども、本当にめちゃくちゃ簡単で、このね今お聞きいただいた、AI キリタンの歌は、Cメジャースケール波長調で作られているんですけども、この、波長調の、歌をね波長調以外の音、つまりこの場合だったら黒鍵ですよね。黒鍵のところをこれ今全部水色になってるんですけど、これねオンの状態なんです。でこれを、クリックしていくことでねオフにすることができます。今赤になったのは、この黒い鍵盤の部分をまたいでる音程は強制的に、上か下のね白鍵に無理やり近づけるというような設定になりました。でこうすることによって、強制的に、音程がねピタピタピタッと変えられていくので、ロボット的なねエフェクトになっていくわけですよ。で、黒鍵のところをオフにして、でさらにこれねコレクションアマウントと書いてありますけど、このパラメータをギューッと上げて、フルにしていくことで、この黒鍵の音程をまたいでいる部分を、強制的に 100% もうガチンガチンガチンと、機械的に合わせる、設定にできました。もうこれだけでできるんでね、じゃあ一度、この設定の状態で聞いてみましょう。じゃあ再生してみます。
はい、そうそうそう、これこれっていう感じの方もいらっしゃると思いますけど、まあ、まさしくケロケロボイスですよね。で、まあ、このね、コレクション、アマウントの設定を上げ下げすることで今の、ロボット的な要素を、増やすか減らすかなんていう調整もできたりします。で、まあ、他にもね、優秀なパラメータがあったりはするんですけど、まあ、とにかくケロケロボイスを作るにあたってはもうこの、グレイロン2ではこれだけで大丈夫です。で、もしね、まあ、皆さんがお作りになる曲が例えば他の、まあ、Eマイナーだったり Aマイナーだったり F メジャーだったりいろいろ、いろんなキーがあると思うんですけど、まあ、そのねご自身がお作りになる曲のキーに合わせてこの鍵盤のところをオンオフしてこのアマウントをね、上げ下げするだけで、まあ、お好きなニュアンスに、調整できるんじゃないかなと思います。もう本当に簡単ですし、しかもこれが無料で使えるんでね、まあ、とても便利ですよね。まあ、ぜひお使いになってみてください。では、これスイッチをオフにして、で今度は、まあ、言わずと知れたオートチューン、こちらの解説も少し行っていきたいと思います。でこのねオートチューンも要は、先ほどのねグレイロン2と、まあ、考え方としては全く同じなわけですよ。で、まあ、ちょっとこれもやってみましょう。まあ、こちらのねオートチューンの場合はまずキーをここで設定します。C に設定したってメジャー CEメジャーに設定しました。で、この状態で、まあ、オートチューンの場合はねここ、リチューンスピードとありますけど、これね要は、C メジャースケールの音以外をまたいでいる音程を、どれだけの速さで整えますか、まあ、強制的に発見に近づけますかというものでございます。まあ、これはねもうスピードはもう最速にしておくことで一番ロボット的なケロケロ的なエフェクトにすることができます。まあ、この状態でこれもね、聞いてみましょう。じゃあスイッチをオンにして再生します。はい、という感じでございます。まあさすがですよね。先ほどのね、グレイロン2ももちろん良かったんですけど、やっぱり、まあ、自然っていうとちょっとね言い方がおかしくなっちゃいますけど、自然なケロケロ感といえばいいでしょうかね。もう非常に精度の高い、ピッチコレクト、ピッチ修正をリアルタイムで行ってくれている、まあ、優れたソフトでございます。でね、このオートチューンなんですけど、まあ、さらに、ね、実は、便利な機能がありましてね、ちょっとモードを変えます。これ、クリックすることでアドバンスドモードというものに変わるんですけど、でこれでねターゲットノート、まあ先ほどね、まあ、C メジャーに設定してはいたんですけど、これ例えばちょっとねこの画面一度閉じます。これまあスタジオ1の場合はここにね別トラックとで、ミディトラックを立ち上げてあります。まあ皆さんがお使いのソフトでも同じような設定がしていただけると思うんですけど、でこのねミディトラックの出口をこのオートチューンに設定します。でこの状態でもう一度オートチューンに戻ります。でそうするとミディトラックでね、例えばこれね今僕、ラの音をしてますけど、ちょっと、この画面の下の方の鍵盤の表示が変わっているのお分かりになるでしょうか。これ、このねオートチューンにミディキーボードだったり、まあもちろん打ち込んでおいても大丈夫です。その、ミディ情報を受け取って、そのミディ情報に合わせて音程をねこれリアルタイムに変えてくれるっていう、まあ本当に優れた機能があるんですよ。でこれでちょっとまあ要は歌を演奏することができるんですね。まあ試しにちょっとやってみましょう。じゃあ頭から再生しながら今度は鍵盤で音程を変えてみようと思います。はい、という感じでございます。これは、まあ、今ねちょっと僕が拙く演奏してしまいましたけども、例えばミディデータを、もうあらかじめ打ち込んでおいてね、そのミディデータ通りに、ボーカルトラックをケロケロさしたりエフェクトしたりっていうこともできるようになってます。もうこれは本当に優れた機能ですよね。で、まあ、こんな素晴らしい機能もオートチューンには搭載されているので、ぜひね、まあ、お持ちの方なんかはお試しいただければなというところでございます。では、これもスイッチちょっとオフにしまして、じゃあ最後にこれまあ何度かご覧いただいたこともあるかと思いますが、メロダインというボーカルピッチ修正ソフト、これで、今度は、音程をねちょっと書いていったり、するところをちょっとご覧いただければなと思います。じゃあ、ちょっとメロダインの画面を表示してみましょう。
はい、こんな感じになっております。でこれが、AI キリタンがね歌ってくれているボーカルの、まあ、音程がここに表示されているわけですよ。で、さらにねちょっと拡大してみますけど、ね、この辺この今ちょっとね僕がマウスでこうなぞっているところ線ありますよね。でこれが実は厳密な声の微妙なね音程変化を表しているものです。でこの、まあ、塊のようになっているところはその、まあ、線のね平均値のところを分かりやすく、まあ、音程表示するためのものだと思っていただければよいかなと思います。なのでこの細かい線が、まあ、厳密に言うと、声の音程変化になっているわけです。でこの音程変化をもう強制的になくしてしまうと先ほどのようなケロケロボイスが再現できるわけです。じゃあちょっとこれ具体的にやってみましょう。これねメロダインの場合は今ねご覧いただいているのはメロダインアシスタントというグレードなんですね。なんで、まあ、メロダインちょっと実はいくつかグレードがあるんですけども、エッセンシャルというね一番、まあ、廉価版のものにはちょっとついていない機能もあったりするので、まあ、ぜひねお持ちの方はお使いのメロダインのグレードをチェックしていただければなと思うわけですが、これね、メロダインアシスタント以上のグレードの場合は、まあ、全部選択してツールをねピッチモジュレーションツールというものに切り替えます。で、この、細いね音程変化の線ありますよね。でこれを、まあ、全選択してねどのファイルでもいいんでダブルクリックすることによってこの繊細な音程変化を、なくすことができるわけです。ちょっとやってみますね。じゃあクリックします。はい、これ、お分かりになりますでしょうか。もう線がねズバンズバンズバンと、まあ、機械のように、ピタピタピタと動いてますよね。これで、要はロボット的な音程変化を演出することができました。じゃあこの状態で一度再生してみますので聞いてみましょう。はい、という感じでございます。まあ、これもね、オートチューンなんかと同じような結果が、出せたんじゃないかなと思いますが、メロダインの場合はこれねさらに、自分で任意にね、音程を書き換えていくことができるわけです。で、これもまあちょっとやってみましょう。ツールを切り替えて、で例えばね少しこれ拡大して分割ツールというものがあります。で例えば、まあ、声の、まあ、最初の出始めの子音の部分なんかですかねをちょっとカットして、音程を変えてみましょう。まあ、こんな感じにね子音の部分を、別の音程に できるようにカットしてみました。でこれをね音程を少し、変えてみましょう。ちょっとね、まあ、適当にやってみますがこんな感じでいいかな。はい、こんな感じでちょっと前半部分だけ、音程をね無理やり書き換えてみました。でこの状態でもう一度改めて聞いてみましょう。はい、こんな感じでございます。まあ、このようにね、まあ、先ほどはオートチューンで、鍵盤でね演奏情報を適用したりすることができましたし、メロダインの場合はこうやって、リアルタイムではないですけど自分でね音程を、まあ、切ったりして書き換えていくことで、まあ、好きな、ニュアンスに変更していくことができたりします。まあ、とてもね、非常に便利な機能がたくさん搭載されているソフトがあって、もちろん、オートチューンだったりメロダイン以外にもこのケロケロボイスを作ることができるソフトウェアっていうのたくさんあるんですけども、まあ、特にね、まあ、EDM なんかのボーカルには、まあ、定番的に使われる、まあ、非常に有名なテクニックでもありますので、まあ、ぜひね、身につけていただいて皆さんの制作にお役立ていただければなと思う次第でございます。ということで今回も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さんさようなり。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。